すがに疲れるわね。くそ、もっと圧勝するつもりだったのによ。あら、させないわよ。お母様がいるのよ。え？つまり私が MVP を取ればお父様にも伝わるってこと。だから負けられないわ、あなたにも誰にもね。てか、お母さんに挨拶しといた方がいいか。いいわよ、そういうのは将来で。そうか、うん、将来。それってつまり